どうも皆さん、こんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日もこの小さなウクレレを使いまして、いろいろな曲に挑戦してみましょう。さあ、クリスマスソングいきます。洋楽の、あのおしゃれでかっこいいダンディーな曲、Let It Snow。ガズレレ流簡単バージョンでやってみようと思います。歌っているのは、ディーン・マーチンさんとか、フランク・シナトラも歌っている。ダンディーですね。はい。これをやってみますよ。いつものように2バージョン。最初のバージョンは初心者様でもなるべく簡単にできるようにした。ガズレレ流シンプル簡単バージョンのレッドイットスノーですけど、英語ですからね。はい。一応言っときますと、英語の曲は、難しいなと思ったら、にゃん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 でとりあえずやっとくのがいいと思います。その後ね、英語ちょっとやってみましょう。はい。後半はかっこいいバージョン。8ビートのチャでこうノリノリバージョンでやってみようと思います。2バージョン最後までご覧になってください。さあ、今歌いたい曲。思いっきり歌いましょう。しかも、楽器と一緒に歌う弾き語り、これ最高に楽しくて本当愉快なんですよ。でクリスマスパーティーにもこのちっちゃいウクレレ1個パッと持ってって、そこでパッとみんなでこうクリスマスソングを弾くとか、そういうねこう身近に奏でられる音楽ウクレやりましょう。でも楽器はちょっと苦手なんですよねという方多いですけど、ウクレレだったらねもうすぐできますから、本当簡単。弦が4本しかないし、押さえるのも楽だしですね、ちっちゃいからいつでも触ってられます。今ねご覧になってるガズレレ YouTube を見てるだけでどんどん音楽ができるようになります、ウクレレで。はい。でもうちょっとしたらこんなにリンクあります。このリンク先の初心者レッスンはここというところにジャンプしていただいて、数字の順番通りに動画見ながらウクレレ触ってるだけであれもうできちゃったってすぐになりますから、これやってくださいね。 YouTube ですからいつでもどこでもスマホでもね、ちょっとした空き時間に豊かに音楽時間、自分でしかもやるやつ無料です。しかもはい、じゃあリンクあります。初心者レッスンここ行ってらっしゃい。クリック行ってらっしゃい。そこにはガズが今まで取りためたありとあらゆる音楽ジャンルの曲がウクレレ簡単レッスン動画としてすでに900曲ぐらいもう上がってますよ。最新 J-POP、 定番 J-POP、 今日みたいなクリスマスみたいな曲、昭和の夏メロ、演歌、洋楽、ハワイアン、アニメソング、もう何でもかんでもです。でちなみにハワイアンじゃねえや、ちなみにですね、今日みたいなクリスマスソングまとめてるのここにリンク貼っておきます。クリスマスソングたっぷりありますからいっぱいやってみてください。でそこのリンク先に行くと曲検索できたり、ジャンルボックスから曲いろんな曲探せたりするようになってますんで、いろんなお気に入りの曲をどんどん音楽やっちゃいましょう。それでは行きましょう。 Let it snow ガズレレ流シンプル簡単バージョンやってみます。 1, 2, 3, 4. All the weather outside is blightful, but the fire is so delightful, and since we know Let it snow, let it snow. Many dancers sighed and stopped, and I brought me some corn for Poppy. The lights turned way down low. Let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, how I hate going down in the storm. But if you really hold me tightAll the way home I'll be warm, and the fire is slowly dying, and my dear we're still goodbye. But as long as you love me so, let it snow and snow. When we finally kiss tonight, how I hate going downMighty warm, and the fire is slowly dying, and my dear, we still goodbye. Long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow.おしゃれなクリスマスソング Let it snow ガズレレ流シンプル簡単バージョンやってみました。今のはですね、ディーン・マーチンさんの、バージョンのちょっとガズレレオリジナルショートカットアレンジになってますけれども、いかがだったでしょうか。これいいですね。ちょっと可愛らしくて、しかもダンディーで、そんでもっておしゃれ。
これでクリスマス感ですから、やっぱりこれはね、英語難しいですけどね。はい。まずはね、にゃんにゃんにゃんで歌ってみるのもいい。にゃん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 で歌って、だんだん英語をやっていくといいと思います。テロップ見て合わせられた方も、書いてください。書いて、自分でね、書いて歌うのがいいと思うんですけど、そんなこと言っときながらね、ガズも本当は書いてないんです。この英語の曲は結構、この、歌詞を書き出して、ここに書き込んでいくっていう書き方を、まあしてるんですよ。まあ英語はね、言葉が多いですからね。ちょっとこれ参考になるかとかわかんないんですけど、テロップの一時停止して巻きも、書き出してもらったのが今日はいいかもしれないんですけど、一応こんな風に書いてるよってことで、やっぱ英語なんでね、このタイミングがね、ここ赤くビート伸ばしてるところ伸ばすよみたいな。Oh, the...この点から始まるわけ。Oh, the weather, weather から C が始まるよ、みたいな感じで。自分だけがわかるメッセージがかなり書き込んでありますんで。これは相当参考になると思いますけどね。言葉のね、このリズムのタイミングとかね、これ測るのがちょっと難しいんでね。でも必殺技のこれ言いづらいとこは刀金で書いちゃうみたいな。もうひとまずはこうやって努力です、やっぱり。自分だけがわかるルールです。まあ一応こう映しておくんで、もし参考になればね、こんなのもやってますよ、ということで。ね。ここも書いてあるよ、ほら、カタカナで。言いづらいところはね、ちょっとこんな感じにしてます。なんで今日はこれを見て参考になるから、まあテロップを見ながら、ゆっくりマスターしていっていただいた方がいいかな、まあね。はい。ちょっと読みづらいかもしれないですね。繰り返しのとこもありますからね、この辺のところ。はい。これはオリジナルコードアレンジでございます。さあ、出てくるコードですけど。コード6個!コード6個って、これコード、フードに見えちゃった、これ。コードですからね、コード。フードじゃないよ。C と A7 と D マイナーと D7 と G7 と A マイナー。はい。この6個のコードで、シンプル簡単バージョンやってみました。まあ、かっこいいバージョンもこのコードですけどね。はい。このコードのグループは一応ね、ガズレレでは超入門コード基本のグループの中の、はい!ガズレレ必須コード。こちらのグループの中のコードでございます。このガズレレ必須コードって一体何じゃと。はい。そういう方もいらっしゃるでしょう。コードっつうのを覚えなきゃいけないんですけど、星の数ほどあるんですよ、本当に。どうしようと思うんですけど、このウクレレで音楽を始めようと思った皆さんは、まずこのウクレレにとって、ものすごく仲良しで頼りになって、力になってくれて、いつも助けてくれるコードのグループがあるんですよ。10個ぐらいのコードで。それがガズレレ必須コード。こう名付けておりまして。でも、1個ずつ見るとすごい簡単なんですよ。その10個って言ったって、この1本指とか、こういう1本指とかね。なんだけどね、このいくら1個ずつ見、まあ、簡単でも10個いっぺんに覚えようと思うとちょっとコツが難しいんで、私が解説してる動画があるんです。コードをここで覚えてください。リンクあります。ガズレレ必須コードはこの動画で楽しくどんどん頭に入る覚え方しましょう。はい。そのうちの今日は6個なんでね、気楽に始めてみてください。さあ、それではここからかっこいいバージョン。かっこいいバージョンとは言ってもね、基本的にはなんだやることは変わりません。コードも全く一緒で、ただ一点。弾き方が、ストロークが入ります。こちら。8ビートのチャです。これはちょっと軽やかな感じね。こんな感じ。No weather outside. Just a dakadum, dakadum, dakadum. ちょっとシャッフル。跳ねた感じでルンルン気分でやるのがいいかな。ダン、ジャッカ、ジャン、ジャッカ、チ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 ャッカ。シャッフル感出していきます。ルン、ルン、ルン、ルン。このシャッフル感はですね、こう、ルンルン気分が一番出せるんで、体でこう、ふわーってこういう感じでね、顔も大事ですよ。みたいな、これはルンルン気分でやるのがおすすめです。そうすると結構リズムがこう跳ねてですね、シャッフルのリズムになると、あ、一応言っとこうか。シャッフルのリズムってね、こんな感じです。普通のリズムは、パッ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 、ワン、ツー、スリー、フォーでしょ。シャッフルのリズムっていうのはリズム跳ねてるから、タッタ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 、ワン、ツー、スリー、フォーとこんな風に跳ねるリズムのことになります。これで、ダン、タッタツッタタッタタン、これは8ビートをやる。はい。8ビートのチャの弾き方は、ここのリンク。このリンク行ってみてください。ここは、ウクレレでできるリズムのいろいろというガズレレホームページの1枚で、その中から、8ビートのチャという動画を見ながらマスターしてください。で、ストローク、こういうのやったことないなという方は、まずその前にある、8ビートというリズムが一番の基本でありますからね。まず8ビートをマスターしてから8ビートのチャ。チャっていうのは、これね。チャッ、チャッ。これで打楽器の要素をつけているということでございます。8ビートから8ビートのチャへ。やってみてください。あとは曲の途中で伸ばすだとか止めるとか書いてあるんで、そんなところちょっとこういう見ながら、あとこうエモーショナルにこのなんかこう、なんかね、僕はサンタさん気分で歌った方がなんか面白いかなと思って、ちょっとサンタ気分で歌ってますけど、まあそういうシチュエーションを想像しながら、まあ英語ですけどね、はい、その辺はまた一個のお楽しみとしてやってみるのがいいと思います。はい。それでは行きましょう。Let it snow. ガズレレリュー。かっこいいバージョンやってみる。1、2、3、4。Down, down, down, down.
ンデデンデデン All the way outside is life The fire is so delightful And since we no place to go Let it snow Many times you sign of stopping And I brought me some corn for poppy The light turned way down low Let it snow When we finally kiss goodnight How are you gonna get out of the storm? Not if you really hold me tight All the way home I'll be warm And the fire is slowly dying And my dear we still goodbye The life longer you love me so Let it snow and snow When we finally kiss goodnight How are you going down in the storm? Not if you really crowd me tight All the way home I'll be warm And the fire is slowly dying And my dear we still goodbye The life longer you love me so Let it snow ガゼレレ流かっこいいバージョンやってみました。この曲はいいですね。やっぱりね、これノリがまずいいじゃないですか。シャッフルこうノリノリだし、でしかもおしゃれ、ちょっと曲調おしゃれ、そしてこうなんかね、サンタさんっぽく歌うと、またこう表現っていうかね、なんかねこうほっこりしたこう優しい感じだけど、英語ですからね、やっぱね、なかなかこの英語でこのそのまあでもこれって楽しいですから、もう何年かかってもね、毎年これ歌っていけばものにできると思います。楽しんでいきましょう。ありがとうございます。さあガズですが、このちっちゃいウクレレ持って全国飛び回ってイベント開催してます。その最新情報と、このウクレレね、この YouTube でいつも使ってるこのウクレレもプロデュースしてますよ。そのご案内と、あと本をたくさん出してます。そんなようなガズレレ最新情報、この後ちょっと動画で引っ付けておきますんで、ご覧になっててください。チャンネル登録もお願いしますね。さあ楽しく音楽やろ。クリスマスにもウクレレ欠かせないですよ。はい、そんなことでありがとうございました。じゃあご案内動画どうぞ。はい、ひとまずこのガズレレ .com、 このガズレレ公式ホームページを見たらもう大体のこと分かるようになってます。ここでリンク貼っておきます。ホームページ見に行ってください。さあイベント情報ですけど、ですね、12月7日に湘南の、ララポート島浦垣さんでこうイベントをやってるんですけど、もうソールドアウトになっちゃってるんですよ。でそれ思ってたんですけど、急遽決定、12月8日に、はい、メレカリキメカというサザンオールスターズの関口さんが主催しているイベントで、キッズの講師役で、10分ぐらい出演が決まりました。ありがとうございます。まあ、お時間ある方、遊びに来てください。そこら辺、私、会場ふらふらしていると思いますので、お願いいたします。このイベントの詳細もこの辺に貼っておきます。はい、あと、このウクレレなんですけど、これはクラウドファンディングでガズがベトナムでね、モジャ君、高見えで9年。職人としてやった人と一緒にこう作り上げてる、もう本当にいい品質のね、まあ、皆さんこの動画でおなじみでしょうけれども、これを販売しているんですけど、ありがたいことにもう完売続きでございまして、でもですね、また次、もう今バンバン交渉してですね、12月後半から、中盤から後半にかけてまた予約受注注文できるように今調整しております。ちょっとお待ちください。あと本出してますよ。たくさん本出します。はい、まずこれ代表的なの、これ今一番来てるやつ、リッドミュージック社から出てる100曲入りの超簡単ソングブックでございます。こちらよろしくお願いいたします。あとはですね、人生を語る。いい本。私はね、白血病になって骨髄移植してるんですよ。そんな、人生を語ってる本。これ、主婦の友社からガズの本出てます。いろんな本出てますので、チェックしておいてください。あと、ガズトークというサブチャンネルやってます。サブチャンネルで何言ってるかっていうと、めちゃくちゃいい話をしてるというね、音楽ってただこの小手先でできるできないじゃなくて、やっぱこう豊かな気持ちでやるのがいいじゃないかということで、ガズトークというサブチャンネルやったり、ブログ書いたりしておりますんで、いろいろフォローの方よろしくお願いします。さあ、楽しくみんなで音楽やろう。ありがとうございました。さよなら。